さあやっていきましょう。第5話桜大戦実況、どうもアザラシです。なんかもう言いたいことがわしゃわしゃしてんな。第5話花と探せよ乙女の意地で、桜大戦実況の第5話でございます。どうもアザラシです。やっていきましょう。いつものペースでやっていきましょう。特に変わり映えのしないいつものペース。おっとクロノスカイ、大正12年8月某日、クロノスカイ本拠。刹那に続いてなぜすまでも破れおった。ちゃんとボイスがある、偉い。残るは2人。土蜘蛛、なきことよ。土蜘蛛だっけ。申し訳ございません。あ、土蜘蛛は違うか。弥勒、紅の弥勒違うか。我目的はただ一つ、毒派コーマ人の上司。はい、はい、あの女の人なんて名前だっけ。青木サタンは分かる。イクマンの涙の大河、幾億の血の、9つの竜、我が友。え、天なる、あ、ダメだ。我が友、9つの弥勒サタン。はこれの人タヌキに見えた。ずいぶん昔は母なる血、我が友、九つのと、忘れた、しっかり覚えてるはずなの、シェンムーなの。やはり打ち込むことできないか、たかが廃玉と思うたら、この霊力、侮れぬ。やむを得んな、まずはこの地を、あの廃玉を封ずることが先決じゃ。結構地味に頑張ってる。夜間工事してる。36時間後、大帝国劇場。いやいや、東西の妖怪変形ども、この三蔵法師の一番弟子孫悟空様に歯向かうだ。いい度胸だ。随分と集めて極楽浄土に送ってやるから、あ、感謝しろい。随分背の高い孫悟空だ。身のほど知らずの石猿め。石猿なんだ。この美と愛の化身、妖気夫人が直々に地獄に送って差し上げてよ。てよ。ほう。毎度ながらハマっとるわ。スミレ君の陽気夫人というイメージにぴったりだな。でもスミレは後で絶対、なんで私が悪役ですのって言うんだろうね。きっとそうね。ヘビ女。何よこのオープンは飾る。あ。取った。取った。あ、やってもうた。何なさるんですの。ちゃんとお芝居してくださらないこと。いやいや、スミレだけはちゃんとやってる。ちゃんとやってる。さくらの時もそうだけど、ちゃんとスミレはやってるから。これは言いがかりもいいとこだな。裾を踏まれてるけど。スミレはちゃんとやってる。そこは俺はちゃんと評価したいところですね。ボロボロやんけ。やれやれ、舞台はめちゃくちゃになってしまったね。引っかき傷だらけ。ずっとの調子で、まさに一触即発って感じ。おかみさん、どうにかしてください。どうにかね。むむ何をしとんだ、おかみさん。とりあえず、どうしたんだ、この目のあざは。いえ、すごいやわな。そこまでやるか。ああ、すっかり服がボロボロだ。ほっぺた。うわー、怖い顔してるな。ここだよ、ここ。胸じゃねえんだよ、胸じゃねえ。この、引っかき傷のところ。引っかき傷のところ。何をすればいいんだろう。どうか？喋り、トーク。イエス！
いやそれはない、ここでそれはないよな、それはさすがにひどす。え、話しかけたらいかんの。ちょっとそうは言ってもだな、そうは言ってもどうだろう。目を見るか、目を見たぞ、違うな。それでも話す。どうすりゃいいんだ、ざまそうなのすで、はかっぱしかちょっと。確かに服を踏まれてこけるのこれ何回目だよ。ひでえ言いようだな、ひでえ言いようだな。服を踏まれてるのは別にスミレが悪くてじゃないだろ、踏んでるやつが悪いだろ。さすがにこの際思いっきりやれ、よし、それとも思いっきりやれ、この際思いっきりやれ。あはは、さくらくんの好感度を下げてしまう、無茶ですよそんなの。あらら、さくらくんがブスになってる。あ、そのみんな喧嘩やめよう。それで長官がお呼び、行ってみましょう、行ってみましょう、地下室に集合。なんだと、こういう時にだな、地下に行くとだな、着替えてるのを覗くことができたりするんじゃないでしょうか。と思わせておいて、まずは部屋に行こう。あれ？コーラの部屋に行っちゃった、間違えて。いないな。早く地下室に行こう。すみれの部屋、すみれの部屋。すみれくん。大神だけど、ちょっと寄っただけだけど、お、入れてくれた、入るの初めて、そうでもない。なんて豪華な、なんて豪華な部屋なんだ。いや、すみれくんが気になってさ。いやー、あの舞台の後に喧嘩だろ、いい加減参ってるだろうと思って、ここへ。それから大丈夫か。よおおお、素直な反応するじゃないか、当たり前だろ。あ、そうだ、これはどうなんだ、二人でどこか遊びに行こうかどうなんだ、いいのか。デレ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 してんじゃないよ、大神醤油さん。デレデレしてんじゃねえよ。これでカンナに声はかけなくていいの、カンナに声かけなくていいの。大神だけど、いや、ちょっと言っただけなんだ。ここら辺が中間管理職というかタイの隊長だよな、みんなのことをもんばかっていく、こういう姿勢が。注意したいことがある。カンナには、カンナには気にしかなっていく。喧嘩よくないよ、いい加減仲直りしたら。分かってる、あいつカンナどっちが悪いなんて言ってたらずっと仲直りできないよ。ひでえに祝いした野郎だな。ひでえに祝いした野郎だな。お気に入りのやつに優しくするけど、そうだそうだ、先にせぐ。怒らせるだけ怒らせといて、ほなまたって、何がしたいんだ大神さん。だがこれも体を束ねる体調としてはだな、みんなにエコひいきとかしつつもだな。しつつも
椿ちゃんはいつも可愛いな。その普遍の事実、マリアのやつってもう持ってなかったっけ。アリスは持ってるよな。多分持ってないのもスミレとカンナぐらいのもんじゃない。これか。じゃあスミレのを持っていきます。お、ワンコ見るからにお金持ちの坊ちゃんが多いそうだ。え、もう買ったってこと。お話しよう。ダメだ。この反応もうやだを見たいから来てる。スケベ。食堂に寄ったり。地下作戦室へ急ごう。急いでいいんかな。いろんなイベントとか起こさんでいいんかな。舞台道具とかさ、特に何も起こらんな。急がねば。こういうところがやっぱちゃんとちゃんと攻略してないな。ちゃんと攻略になってないな。更衣室、特に何もなし。鍛錬室、倉庫。一応時間とかないからね。微妙に動かないよ、微妙に。地下格納庫は？何のイベントも起こせないね。何も起こせず、ここまで。狼、ただいま参りました。先にカンナに話しかけてから一緒にスミレと来ればよかったな。深川に旧家族の屋敷がある。もっとも今は住む人もなく荒れ果てた廃屋となっているが、どうやらその廃屋にクロノスカイが関係しているらしい。なぜそのところにクロノスカイが関係しているんですか。わからん。ただ俺はクロノスカイの行動目的に一つの仮説を立てた。それは魔術だ。魔術ですか。辻占いや陰陽のことですか。この対象のご時世に、ご姓に。魔術は時代遅れの考え方ではないのよ、花見君。科学を超えた超自然原理、自然論、それが魔術よ。歴史の裏側に生きる太古の力。ひょっとしたら、クロノスカイは帝都に魔術をかけようとしているのではないかしら。この帝都そのものにね。クロノスカイの行動目的とは何なんでしょう。やつらの真の目的は正直言ってわからん。長官。まあ待て、大神。推測することはできる。クロノスカイは、爆破体制の復活を目指し、帝都破壊をもくろむ組織だ。こうして、帝都の特定の地点を攻撃するのも何か深い意味があるのかもしれない。こちらには情報が不足している。これは敵の動きを探る絶好の機会なのだ。なるほど。なるほど。なぜ、深川を調査するんですか。市民から通報があったの。先日の夜、廃墟の周辺で怪しい一味を目撃されたわ。一味の中には魔装騎兵らしい姿も確認されているそうよ。クロノスカイである可能性が高いわ。しかし、なぜ深川。クロノスカイが今までに出現した地点は全て帝都の 霊的地点に集中している。深川は今までこそ工業地帯だが、昔は神社仏閣の集中する有名な霊地だったのだ。彼らには取りに足らん場所、俺らには取りに足らん場所でも、奴らにとっては重要な何かが深川にあるんだろう。神仙じゃないんだな。偵察は本来花組の任務ではないが、今回はクロノスカイの目的をつかむいい機会でもある。私たちは攻勢に転じるためにも、私敵の目的をつかんでおく必要があるわね。なるほど。それで深川の廃屋を調査するというわけですね。コーバは今回だけ、コーランが整備、調整を行うためだ。あくまでも偵察調査が目的だ。あまり無茶するなよ。誰なんです。なんでそのさ、スミレさんの顔。了解しました。大神か。
神崎すみれ、霧島かな、計3名深川屋敷廃屋に向かいます。いい返事だ。こういう竹を割ったような神奈が子供だな。うるせえおめえだって。しかしこの目まで大丈夫なのか。長官の考えることもわからんな。はい、行ってきます。ありがとう、留守中頼むよ。一回玄関で待ち合わせか。やれやれ、あの二人大丈夫かな。は？なんて顔してるの、大神くん。うるせえ。うるせえ。スミレとカンナが全くだ。あんな調子で任務がうまくいくんでしょうか。トラブルを解決してあげるのも隊長の務めじゃなくてね。まあね。長官はあなたにそれを期待。しっかりしなさい、隊長さん。どんな髪型なんこれ。そればかりは気にかかってしまう。さあどこ行くかな。地下倉庫行こう。とりあえずコーランに、ウィッ、コーランに、ほい、胸、とりあえず胸、意外に胸があるように見えるな。何やっとんじゃおかみさん。ほい、まあいいや。目が行き、いや話よね。ほう、パワーアップ、それはすごい。攻撃重視か防御重視かか。そりゃ攻撃でしょ。早く動画が終わるからな。マリアも攻撃型でしょ。サクラも攻撃型でしょ。動画が早く終わるからな。スミレ攻撃型だろう。カンナ攻撃型だろう。アイスは防御でいいです。アイスだけ防御。うちのコーラも防御型の方がいいと思うな。下がんの。おっ、ひー、なんじゃそりゃ。俺は一体今回何をしていたんだ。コーランとの時間は鍛錬を積んでいく。ほっほっはっほっ。誰もいない。更衣室は誰もいない。なんか意外に誰にも会わないね。ちょっとさくらに会いたいんですけど、多分今回あんまりさくら君に会えないから。さくら君に会いたいです。さくら君に会いたいです。いないだろうな。作戦室まだいるのか。じゃあ作戦室行こう。呼ばれるまでうろうろしてていいのかな。さくらくん、あ、マリアとさくらくん話し込んでいる。何を。いや今から行くところだよ。ところで二人とも何してるんだい。アイリスの戦い方。なるほどね。
はい、とりあえずマリアから話を聞いていこう。今回長いな。うん、36キロ逃げるにしかす、これかな。36キロだし、あー当たってた、よかった。危ない危ない。さくらくん全員回復できる。なるほど、頼もしい味方が増えたよね。うん、なるほど、頑張ってね。ほい、じゃあ行きます。時間がさくらとマリアがずっとあそこにいて、あとは誰に会えるってわけでもないよな、多分。寄り道しとる場合じゃないか。楽屋、玄関に急がないといけない。とりあえずサロンに寄って、2階のサロンに寄りつつ、誰もいない。じゃあアイリスは、あー間違えた、あそこなんかアイリスの部屋だと思って思い込んでる俺が。アイリスはってやったら、アイリスのいる場所教えてくれるのかな。いた、しかも寝ようとしている。え、なんでアイリスと話ができるの。アダルトに俺の昔の話を。もう行こう、もう行こう行こう、行く前にちょっと売店寄ってから行こう。あら、売店に寄れず。気が乗りませんわ、やっちまったな。ってことで、桜田線実況第2話でした。え、第5話の第1話、第5話のその1でした。ちょっともたくさしすぎちゃったね。隊員の状況とか見たら全員いまいちだろうな。カンナご機嫌だな。ってない具合で、まあ、今回はもうここでベシッと一旦切ってね、また日を改めてやろうと思います。ちょっとね、眠い。ほらまた、ほいじゃあおやすみなさいっちゅうことで、ああコントローラーが、ほんなまた。